に遊びませんか。しり文字クイズ第一問。一文字目。二文字目。三文字目。四文字目。さて答えはどれでしょう。答えはどら焼きでした。しり文字クイズ第2問。一文字目。二文字目。さて答えはどれでしょう。答えはピザでした。しり文字クイズ最後の問題です。ところでモテないのとモテすぎるのではどっちが幸せなんでしょう。さて答えはどれでしょう。答えはガムでした。おめでとうございます。一つだけあげます。どれか選んでください。本当に言いたいことほどうまく言葉にできないんです。